ついにここまでたどり着きましたね。あの選定の場から今まで本当に楽しかった。あの時は白状しちゃいますと、最後まで残るのは無理だろうなって思ってました。本気でお守りしていましたけど、私英霊だと弱い方なので。ああ、でも悪霊のカテゴリーなら本気で最強なんですよ。ねえ、これまでの相手なんて指先一つで片付けられます。でもご主人様、いえ、あなたがマスターになってくれてよかった。最後かもしれないのでお礼を言います。賜物前という名前のまま私を英霊として育ててくれてありがとう。今までただの一人も私をここまで信頼してくれた人間はいませんでした。そしてマスターの戦いもこれで終わり。私は一つあなたに隠し事をしています。もう気づいているとは思いますけど、私はある魔術師に刺激されてこの聖杯戦争に参加したことがあるんです。その人もマスターと同じくらい弱っちい新米で、才能はあったんですけど優しすぎて戦いに向いていなかったんです。何度も何度も殺されて、その度に初めからやり直して。おかしいですよね、マスターもあの人も始まりは同じだったのに、どうしてこんなに違ってしまったんでしょう。でもそれも終わり。持たざる者、戦いによって成長した人間の答えがこの先にあります。行きましょう我が主、どうかあなたの手で答えてほしい。あなたたちの繁栄に千年をかけただけの価値はあったのだと。いや、待っていたよ。おめでとう。君が聖杯戦争の勝者だ。祝祭の一つでもあげたかったが、あいにくここにはそんな機能はなくてね。勝ち抜いた甲斐はないだろうが、私からの拍手だけで勘弁してくれ。でもこれだけは言える。私は誰よりも君を認め、君を称え、君を誇りに思っている。君こそが幾度も繰り返された聖杯戦争の中で最も素晴らしいマスターなのだと。今の匂いは、
生死のかかった戦いでこそ人は精神を成長させる。人類にとって私は悪である。だが生命とは天輪するもの。善を生かすために、子に救いをもたらすために、私はこの力を授かった。見るがいい。
門脈のサーバントよ。ムーンセルがその蔵書から私に与えた救いの姿を。来たれ救世の英霊。この世でただ一人生の苦しみより解脱した解答者よ。聖杯戦争は完結する。行きます。最後の力を。マスター、来なさい。最弱のサーバントよ。彼同様君の健闘もまた私には誇らしい。終わりにしちゃいたいですね。
しになりませんよ、マスター。走れ！炎天よ走れ！炎天よ走れ！
これは、あなたのデータですよね。